JVC Kenwood JVC Kenwood Victor Entertainment Flying Dog 株式会社 Flying Dog はアニメーション映像音楽制作を行う日本の企業 JVC Kenwood Victor Entertainment の機能誌会社ブランドのロゴでは Flying Dog と表記される Flying Dog Flying Dog はもともと1976年に Victor 音楽産業で 高垣健がニューミュージックマガジン編集長だった平田国次郎を責任者に迎えて創設したレーベルであった洋楽部門参加の主に邦楽ロックを対象とするレーベルであったが1980年代半ばにリリースが途絶えていたレコードのレーベルデザインは白地に卵黄のアップ写真を背景に明け物のシンボルと似た朝日旗様のレイアウトで フライングドッグと表記されたものであった。所属アーティストは、パンタ、野宮牧春ハルメンズ、渡辺勝る、山岸淳氏など。その後高垣はインビテーションを設立。さらに同レーベルの組織が大きくなると、1992年に一部を分割して、スピードスターレコーズを設立した。 旧フライングドッグ時代の作品を、ビクターエンタテインメント自体で再発売する際には、ビクター・インビテーション・スピードスターなどのレーベルに変更されることが多いが、外部に原版を対応して発売する場合は、フライングドッグのレーベルを再現することがある。M. サーブ・ビクターエンタテインメントはもともとアニメ事業を手掛けていたが、2000年頃よりの、 アニメ部門が公式ウェブサイト並びにフリーペーパーの名称として M サーブを使用開始した。レーベル名は従来からのビクターのままであった。公式サイトはフライングドッグへの移行後もしばらく M サーブ時代と同じドメインを継続して使用していた。M サーブ時代からのインターネットテレビ番組 M サーブスタイルに関しては名称を変更せずに引き継がれたが、 2011年11月を最後に終了した。日本ビクターの映像ソフト事業、部門の再編に伴い、ビクターエンタテインメントのアニメ制作部門及びアニメ、関連事業は、2007年10月1日付で、グループ企業の JVC エンタテインメントへ移管され、新レーベル、フライングドッグからリリースされることとなった。 ビクター音楽産業時代より20年以上アニメ音楽に関わってきた佐々木志郎プロデューサーによると遺憾によりビクターという名前を使えなくなるがビクターのシンボルである犬という言葉をレーベル名に入れたいと思い前述の旧レーベルの関係者を含む先輩方に了解を得た上でフライングドッグという名前に決めたというまた佐々木を含め社員に 犬年生まれが多かったという理由もある。その後、2009年1月1日付で実施されたグループ再編により、JVC エンタテインメントは株式、会社フライングドッグへ社名を変更し、アニメ関連事業専門となる。代表取締役に佐々木志郎が就任した。会社設立10周年となる2019年は、新旧所属アーティストを集めて2月2日に、 フライングドッグ10周年記念ライブ、犬フェス。を、東京、武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナにて、開催。フェスに先立ち、10周年記念ミックスアルバム、ドッグラン、をリリースした。M サーブ時代フライングドッグ、2000年代、フライングドッグ、2010年代フライングドッグ、2020年代、ドッグオンビートフライングドッグの一部門であり、 野崎慶一が室長を務める、M サーブに関するカテゴリー、ありがとうございます。